ことだと思いますけど、はい、まあ、そんな美咲ちまたベタな質問なんですけど、はい、茜ちゃんを演じてて、はい、なんかこう意識したことだったりとか、まあもちろんね、あの小学生ですよね、確かね、茜ちゃんね、うん、小学生を演じるっていうところでなんかこれを意識したとかっていうのはあったりするんですか、はい、やっぱりあの茜ちゃんはすごい心が素直で、うん、純粋で綺麗で、だからこそああなっちゃったじゃないですか、ね、だからそこはすごい子供っぽい無邪気な感じとかは丁寧に表現できたらなって思って、あとはあの先のすいません。今ね、ちょっとね、ガラガラしちゃった。ごめんね、いっぱい喋らなくちゃ。なんか緊張すると、全然いいんだよ。全然いいよ。全然いいんだけど、うんうんうんがちょっとすごいテンポ良くてね、皆さん楽しくなっちゃう。あの、席の話で、うん、茜ちゃんの同級生も出てくるんですけど、うんうんうん、あの、本当に茜ちゃんの同級生は、本当の小学生の子役の方がやられてたので、うん、そうだった、まあ、本当にすごいプレッシャーでこう、うん、全然プレッシャーってことないけどね、やっぱ喋っててその違和感をあの感じさせないようにっていうのはすごい注意しました、うん、なるほど、はい、僕はだからもう今こうやって喋ってるともう俺の中で美咲ちは茜ちゃんだから、うん、あらこうやって喋る時もなんかするんだけど、すごい小学校の子に話しかけるみたいな美咲ちはつってなんかねそういう姿勢になっちゃってるのがちょっと逆に申し訳ないと思ってすいませんと思って、ね、本当に大人なのに申し訳ない、とんでもないです、慣れてますあ、そういう扱い割とされがちなんです、ね、あもう皆さんそうですね、そうなんです。